ケモカインは G タンパク質強薬需要体を介してその作用を発現する塩基性タンパク質でありサイトカインの一群である白血球などの郵送を引き起こし炎症の形成に関与する総化性のサイトカインを意味する1987年にいるマイナス8が同定されて以来数多くのケモカイン分子が新しく発見されてきたケモカインは 構造上の違いから CC ケモカイン、CXC ケモカイン、C ケモカイン及び CX3C ケモカインに分類される。これまでに50種類以上のケモカインが同定されている。典型的なケモカインの構造ケモカインは低分子量のタンパク質であり、典型的なケモカインのアミノ酸配列中には4つのシステイン残基がよく保存されている。 これらは N 末端側からそれぞれ1番目と3番目、2番目と4番目のシステイン残機同士でジスルフィド結合を形成することにより二次構造の形成に重要な役割を果たしている。一次構造において N 末端側の2つのシステイン残機が連続していることからこのように称される。27種類が これまでに同定されており、CCL1、CCL28 まで存在する。CCL10 は CCL9 と同じものである。CC 系モカインの中には、アミノ酸配列中にシステイン残機を6つ有するものがあり、CCL1、CCL15、CCL21、CCL23 及び、CCL28 がそれにあたる。 N マッタン側の二つのシステイン残機の間に、その他のアミノ酸が一つ存在するという配列を有する。CXC ケモカインはさらに L はモチーフを有するものと有しないものの二つに分類される。L はモチーフを有するものは、好中球を有送させる活性を有し、血管新生作用を持つ。一方、L はモチーフを有しないものは、リンパ球を主に有送させ、 血管申請に対して抑制的に働く。C ケモカインは他のグループと異なり、本来4つあるべきシステイン残機のうち、N マッタン側からに及び4番目に当たる2つのシステイン残機しか有さず、未だ2種類しか発見されていない。N マッタン側の2つのシステイン残機の間に、その他のアミノ酸が3つ存在するという配列を有する。フラクテル菌。 CX3CL1 及び CXC3L16 は膜結合型ケモカインと称され細胞輸送活性を有すると同時に接着分子としても働いている。ケモカインは約350アミノ酸残機からなるそれぞれに固有のケモカイン受容体を介して採用する。ケモカイン受容体はいずれも自タンパク質強薬、受容体である。 現在まで二十9種類のケモカイン受容体が同定されている。イマイティー・イートル・ジェイバイル・ケン271-215141996ありがとうございます。